このはかりの上に乗せないといけないんですけど、ここで一つポイントです。意外とやってないバリスタもいるんで、ぜひここ押さえてください。これをこのままパッとね持っちゃいけないんですよ。なぜかというと、近づけましたけど、これね山になってるでしょ。これ山になってる状態でパッとねこう持っちゃうと、結構な確率で粉がね散らかるんですよ、ここに。でそれをね、忙しい時に何十回も100回近くもやってると、もうここ本当にわやくそになるんで、ただでさえ散らかりやすいんですけど、それが本当に大惨事になるんで、ここをねあまり散らかさないようにする工夫ですね。持ったらですね、軽くやりますね。こんな感じ、こういう感じ、ちょっとこう打ちつけるまでは言わないんですけど、こんな感じ、こういう感じでやると、もう見てもらったら分かりますよね。さっき結構山だったのがもう平らに近い状態だと思います。必ずねこれをやってから、こういう風にはかりに乗せるようにしてください。でこれが今このバスケットの中に入ってるエスプレッソの粉のね重さになります。で今 21.7 なんですけど、まあ、今回は 22g で、レシピ設定していきましたんで、22g にします。でここはね 0.1g いっかみたいな感じに思っちゃうんですが、まあ、合わせていきましょう。これはね 0.3g 少なかったんで、軽くねジャッとやって、ちょうどねなんとなく狙ってやったんですけど、 22.0、一発でスムーズにいきましたね。 22.0、フラットを取っていきましょう。このポルターフィルターの中にエスプレッソの豆を引き入れて、こう重さを測ったところまでですね、これがドーシングっていう作業になります。ドーシングね、ドーズっていうんですけど、それぞれね名前もついてますので、そこもちょっとね紹介していきますね。でドーシングが終わりました。次に行う作業がタンピングです。でこのタンピングっていうのが、通常ね多分皆さんね見たことある人も多いと思うんですが、こういうねタンパーと呼ばれる、道具ですね、こういうものを使ってこう押し固めるんですよね。もちろんねこのタンパーでやってもいいですし、最初はねこれで練習した方がいいかもしれないですけど、僕はねやっぱりこうより実践的にねやっていきたいんで、最近はねこういうタンパーも出てきてるんですよ。タンピングっていうのは注意点がありまして、これでタンパーで押し固めるんですけど、その際にまっすぐフラットにまず押し固めないといけないと。そして押し固める強さも均一じゃないといけない、適切な強さじゃないといけないっていうね、ちょっとね難しいんですよね。だからこそ練習して感覚でねある程度掴めるようにならないといけないんですけど、最近はねこういうものがあります。でこれはこれもタンパーなんですけど、ここまでしか沈まないようにできてるんですね。ここまでもう段差がついてるんですよね。でここまでしかこのタンパーの部分ですね、これが沈まないようになってます。なので誰がどんな力でやっても同じところまでしか沈まないので、押し固めるね強さというかその深さは同じですよね。誰がやっても均一にできると。ここの段差はねもちろんこの360度ついてますんで、もうここでねこう止まるわけですよ。なのでフラットも取れるっていうことで、これめちゃくちゃ便利ですね。でこういうのをねやっぱ導入してるお店は多いですし、もっと言うとねオートタンパーって言って、まあ、タンピングマシーンですね、もう機械がこうウィーンガチャって押してくれる、そういう機械も、導入しているところは多いですし、僕も何回もね使ったことがあります。なので、最近はねこのタンピングを手でやるっていうところは減ってきてるんで、練習はもちろんしておいた方がいいですけど、実践的かと言われるとちょっと怪しかったりはしますね、現代においては。なので、僕はあまりここはね、紹介しません。もうこういうものを使ってね、いけばいいです。で乗せる前にですね、ある程度フラットをねこう取ってくださいね。まあ今これ結構綺麗にフラット取れてるんですけど、まあ、ちょっとこういう感じだったりとか、ちょっとここね若干豆がね粉が少ないでしょ。こういうところは、この少ない方をね叩けばこっちに粉が寄ってくれるんで、まあこんな感じですね。こうやって少ない方少ない方みたいな感じで叩いていくと、だいたい均一に粉が寄っていきます。こういうふうにトントンってやったりとか、ちょっとこう少ない方を叩いてね、少ない方に豆を少ない方に豆をっていう感じで、ある程度豆を均一にしたらタンピングをします。でこれは本当超簡単です。まず
乗せます。で乗せたらもうグッと押します。グッとでグッと押すともうぴったりねここでくっついてこれ以上沈みません。これ以上タンピングはされません。でグッと押してなんとなく回します。ぐるっとねぐるっと、これで綺麗にできます。はい、こんな感じです。これでフラットにできてるし、タンピングも適切なね圧力、適切なところまで沈んで綺麗にタンピングが行われたという今状態です。はい、そろそろですねエスプレッソ抽出できますんで、まだかよと思う方ねもうちょっと待っててください。で本当ね僕が今言ってることこれ全部大事なんで、ほぼ全てのバリスタが今僕が口うるさく一つ一つ言ってることは全部気にしてやってるし、もうこれがねルーティンになってます。でフラッシングはねもう終わってるんでする必要ないんですけど、もしねフラッシング忘れちゃったっていう方はもうこの段階でもいいんで必ずフラッシングねもう一回するようにしてください。でこれを取り付けます。で取り付けるんですが、ここでまた注意です。もう一つ一つの行動に注意がありすぎて話が進まないんで申し訳ないんですが、これ本当大事です。もうマジで大事なところです。バリスタとして働いている方も結構やっちゃってる方多かったりするんで、これマジで気をつけてほしいんですけど、取り付けるときにこうガチャガチャってつける人いるんですよ。こっちでやってみましょうか。じゃあこれもタンピング終わった状態だとしましょう。もう取り付けるだけ。いや取り付けますよみたいな、こんな感じ、まあ、こっちの今大げさにやったかもしれないですけど、普通になんだろうな、こんなんみたいな感じですね。これ多分ねもうこれですね、こんな感じ。このね取り付け方はこれもダメ、非常に良くないです。もうほんとダメ、うん、これもちょっと厳しいかもしれないですね。取り付けるときはこんな感じで取り付けるんじゃなくて優しく取り付けてください。で音を一つも立てるなっていう話じゃないんですよ。音は立ててもいいんですけどこんな感じです。はい、こんな感じです。もしねさっきみたいにガチャガチャつけるとどうなるかっていうのをちょっと実践でやってみますね。はい、じゃあいきます。こうやってちょっとこう雑にガチャガチャってつけるとどうなるか、はい、見とってくださいね。あ、今見えました。はい、わかります。もう一回ひっくり返しますね。これ多分ねもう落ちます。はい、落ちました。こういうことです。ガチャガチャってつけると落ちちゃうんですよ。もう一回やりますよ。はい、これですね。この状態、この状態で、じゃあひっくり返しますよ。はい、落ちないんですよね、落ちないんですよ。で優しくつけますね。本当リアルにこれぐらいでつけてます。で取り外しますね。そう、取り外す時もそっとね。はい、もう一回ひっくり返しますよ。ほら落ちないんですよ。さっきと違うでしょ。さっきね一回落ちかけて、落ちる前に僕はこうひっくり返しちゃったんで落ちてなかったんですよ。でその後もう一回ひっくり返すとね、落ちたでしょ。これ落ちてないし、もう動いてもないですよね。でじゃあもう一回ガチャガチャやりますよ。はい、こうやってつけました。マジでリアルにこういう感じでつける人います。で、はい、そっと取ってやりますよ。ほらおこれ落ちるんですよ。で何が起こってるかっていうと、ガチャガチャとつけることによって、まあ、ここにね当たるわけですよ。このグループヘッドにこのポルターフィルターがガチャガチャ当たってしまうことで、綺麗にせっかく隙間なく押し固めてるのに割れちゃうんです。で本当に最悪もう亀裂がここに見えたりします。表面は今みたいに綺麗だけど、見えないこの中でひび割れてるっていうこともあるんですよ。てか大体がそんな感じです。
で、このひび割れが起こると何がいけないかっていうと、チャネリングという現象が起きます。で、このチャネリングという現象は、まあ、ちょっとまだね、詳しくは別の動画にしますけど、非常に良くないです。簡単に言うと、ひび割れてるところとひび割れてないところではお湯の抜け方が変わります。で、ひび割れてるところはもちろんここね、吸気圧とかかなりの気圧をかけてね、こう抽出を行ってるんで、そのひび割れてるところにね、こうお湯がどんどん抜けていっちゃうんですよね。抽出が不十分な状態でこうさーっと抜けていくっていう、そういうことが起きます。なので、抽出不足、未抽出なエスプレッソが出来上がったり、そういうチャネリングという現象が起きやすい、そういう原因の一つでもありますんで、つける際、ポルターフィルターをね、ここのマシンにセットする際は本当にこんな感じです。今ぐらい の音が出るのは別にいいんですよ。もう無音でやるって意味じゃないんですよ。ただそっとやってくださいと。本当にこうこんな感じね。本当ね、急いでたらやっぱりね、こう やりがちなんですよ、こういう風に。だけどもうここまではめちゃくちゃ急ぐと。で、急いでつける時にはスッとね、スピードを落としてスッと、こういう風に、丁寧に優しく取り付けるっていう、そういうことですね。これめっちゃ大事なんで、ちょっとねしつこく言いました。ポルターフィルター、マシンにねセットされました。ヘッドにセットされました。で、ここで抽出を開始するんですけど、まず抽出をする前にですね、拭きましょう。ここね、はい、これダスターとかをこういうところに置いてね、こう拭いて綺麗に拭きましょう。まあ大体ね、エスプレッソを作るだけだったらこういうね、ショットグラスとかを受けて使ったりするし、本当にね、お客様にご提供する用のエスプレッソだったらこういうね、カップに入れたりすると思いますんで、まあ、このカップをね、ここにセットするんですけど、カップをここにセットしてから抽出を開始するんじゃないんですよ。抽出を開始してからカップを置くんですよ。はい、これはね、めちゃくちゃ大事です。で、ここもね、ちょっと今抽出始めたんで大事なんですけど、この出てくる最初ね、特に最初よく見てください。それこそこうチャネリングが起こってるんじゃないかみたいな、そういったところもしっかりね、エスプレッソの抽出がうまくいってるかっていうところも目で見て確認することが必要です。こうとろーっと出て、で、しまいにこうさーっとね出る、まあ、それぐらいがいいんですけれども、まあ、そんな感じですね。ということで、エスプレッソを抽出することができました。まあこんな感じですね。なんでカップをセットしてから抽出じゃなくて、抽出を始めてからカップをセットするかっていうとですね、その方が時間が短縮だからです。だいたいね、カップをセットするこの作業にかかる時間って多分ね、2秒とか3秒以内だと思うんですよ。先にカップをセットしてから抽出を始めてしまうと、ここで、まあ、3秒弱、もう3秒としましょう、3秒かけてで抽出を開始すると、今ね、抽出にかかった時間が21秒ですよね。じゃあこの21秒プラス3秒かかるんですよ、トータル抽出が完了するまでね。1杯や2杯、1回や2回の作業だったら別に1秒2秒3秒どうでもいいんですよ。少々無駄にしたってどうでもいいんですけど、本当に忙しい時に100回近く、100回以上やらないといけない作業なんで、本当チリツモなんですよ。1回の作業ごとに毎回無駄な時間が3秒や2秒あったら、100回やって5分のロスが出るっていうのは、ここだけで5分のロスが出るんですよ。他の作業のやっぱどうしてもね、ロスったりとか、あとはどうしてもちょっとこう失敗したりとか、作り直さないといけないとか、やっぱそういうイレギュラーもあるじゃないですか。で、そういうところも含めてくると、どん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 ね、無駄な時間が増えていくし、さっき僕測りましたけど、僕ね、4ショット作るのに1分21秒かかってるんですよね。正直8ショット作れるわけですよ。で、これ3ヘッドあったら12ショット作れるんですよね、っていうことなんですよね。12ショットとか8ショットの差が出るっていうのは、やっぱり忙しいバリスタの現場においてはかなり、大きな差なので、こういうね、無駄な時間っていうのはやっぱり削除していかないといけないっていうことですね。はい、ということで今回はですね、こんな感じでエスプレッソの入れ方についてご紹介をしてみました。もしね、エスプレッソを作りたいとか、バリスタになるためにいろいろ勉強したいと思っている方はですね、ぜひ今回の動画を参考にしていただければと思います。
また何かね、わからないこと、質問がありましたら、ぜひ、コメント欄とかに、ご要望ください。まあ、解説だったりとか、コメント返信とかで対応したいと思いますんで、ちょっとね、雨がやばいんで、もう動画終わりにしたいと思います。最後までお付き合いいただいてありがとうございます。こんな感じでね、今後も、どんどんね、バリスタになるために必要なスキルっていうのを発信していくチャンネルでございますんで、興味のある方はね、ぜひチャンネル登録していただいて、次の動画お待ちください。ということで、最後までお付き合いいただいてありがとうございます。お疲れ様でした。The guitar and the snare drum.